M9395 トントラックを元にしたガントラックガントラックは小型もしくは中型の輸送用トラックのキャビンと荷台に装甲を施し機関銃や機関砲、グレネードランチャーなどの武装を装備した測定戦闘車両である。戦争時において敵の補給部隊を襲って平坦を麻痺させ間接的に敵軍の戦闘能力を奪うのは古代以来の上等策である。 また、補給部隊が、山賊などの非正規武装勢力の攻撃と略奪の対象となるのも、古代以来の伝統である。現代においても、補給部隊のトラックコンボイは、敵の地上部隊や、航空阻止攻撃の目標となりやすい。しかし、補給部隊の武装は、軽装甲車程度であり、自走式対空砲や、戦車などの重武装の装甲戦闘車両を、保有することはない。 特に、ベトナム戦争やイラク戦争に代表される、ゲリラ相手の非対称戦争の場合、航空攻撃を考慮する必要はなく、想定される敵の武装もアサルトライフルや機関銃、対戦車、ロケットランチャーなどの小型武器に限定されることもあり、輸送部隊が大量に保有する、小型、中型の輸送トラックのキャビンや荷台に軽装甲を施し、機関銃や機関砲、 グレネードランチャーなどの対人、対飛走項目標用の武装を装備した即席の護衛用戦闘車両が製造される。これがガントラックである。場合によっては足回りを破壊された走行兵員輸送車などの軽装甲車両の車体をトラックに積むこともある。具体例としてアメリカ軍はベトナム戦争において M352.5 トントラックや M545 トントラックの 二台に四艇程度の M20 機関銃を装備したガントラックをコンボイ護衛に使用した。その一部は武装として M16 対空自走砲に搭載されていた M454 連装 M20 機関銃座を搭載した。装甲板を付ける代わりに M113 装甲兵員輸送車の車体を2台に積んだものもあった。湾岸戦争やイラク戦争においても M9395 トントラックやヘント10、輸送トラック、FMTV 輸送トラック、MTVR 輸送トラック、ハンビートを様々な非装甲の軍用車両が、塗装もされていないあり合わせの鉄板を装甲板として取り付け、M20 機関銃や M134 ミニガン、M240 機関銃などで武装したガントラックとして使用された。イラク戦争で使用されたガントラックの中には、 装甲版に、ハンビーのフロントウィンドウを流用するなどして、ある程度防弾能力を持ったガラス窓をつけ、周囲の視察能力を高めたものも見られる。ソビエト連邦軍では、アフガニスタン侵攻において、ウラル -4320 トラックの荷台に、対空機関ホーズ -23 から2を積載して、ガントラックを仕立て上げ、10-23から4シルカと共に輸送車列の、 護衛に使用した。イスラエル軍では、1948年から49年にかけての第一次中東戦争において、アラブ系勢力から輸送コンボイを護衛するため、サンドイッチ装甲車と呼ばれる、測定装甲車を多用した。これらの装甲車は、アメリカ製やイギリス製の軍用非装甲輸送トラックに装甲板を取り付け、ドイツ製の MG34 機関銃で武装した。 改造武装車両で、その用途、目的や構造などから、ガントラックの一種であると言える。純粋に戦闘車両として見た場合、路外走破能力は低い上に、走行は薄く、上部に、走行は装備されないために防御力も低く、あくまでも簡易戦闘車両に過ぎない。現地の補給部隊が、あり合わせの資材と武器でトラックを回収して製造する、ものであるため、統一された仕様はない。 近年では、ロシアの近隣諸国などが、対テロ作戦で、テロリストのアジトなどを摘発する際にガンポートをつけた車両が活躍している。地域紛争で、ゲリラや民兵が使用するピックアップトラックや小型トラックの荷台に重機関銃や機関砲を搭載したテクニカルと本質的には同じである。しかしテクニカルは、正式兵器ではなく、 現地調達のトラックを改造する手作りの兵器であるためベース車両や搭載兵器も多種多様である。ありがとうございます。